アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月22日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、 X リーグディビジョン3ウエストの一戦になります。クラブアイランズ対トヨタブルファイターズの一戦が12時キックオフで予定されております。その試合に先立ちまして両チームのご紹介をさせていただきます。まずホームスタンド側、手前側に陣取っております。本日はカラーのユニフォームネイビーをまとっていますのがクラブアイランズ。株式会社ワールドの社内メンバーが中心となって発揮されたチームです。現在はクラブチームと化していますが、兵庫県芦屋浜を拠点としてその活動を続けており、今も X3 にその名を轟かせています。かつて2016年、2017年においてはこの X3 連覇を果たし、入れ替え戦出場を果たしているチームでもあります。そして本日は奥側に陣取ります。ビジターユニフォーム、ホワイトのユニフォームをまとっていますのがトヨタブルーファイターズ。こちらは1974年トヨタ自動車の社内融資によりチームが結成されました。後に、会社の同好会となって、そして正式な企業チームとしても任命されたチームです。それは1986年のことでした。長くこちらも X リーグ、当時の日本社会人アメリカンフットボール協会の、主力チームとして活躍しておりました企業チームでしたが、1995年にクラブチームに転換し、現在はその部員少なくなりつつも、しかしその少数精鋭の素晴らしいチームを編成し、今シーズンも X3 の舞台に戻ってきております。この両雄による一戦がまもなく12時よりキックオフの予定です。試合開始までしばらくお待ちください。令和4年10月22日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X リーグディビジョン3ウエストの一戦、クラブアイランズ対トヨタブルファイターズの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。これより試合開始前の両チームによるコイントスを行われます。手前側に陣取りますのがカラーのユニフォーム、ネイビーのユニフォームをまとっていますクラブアイランズ。奥側、ビジターとなります。ホワイトのユニフォームをまとっているのがトヨタブルファイターズです。アイランズキックオフ。トヨタリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時により行われます。両チーム画面左右に散りまして、まもなく試合開始のキックオフを行います。キックオフを務めますキックオフキッカーはクラブアイランズの7番砂川、手塚山大学出身のプレイヤーが務めます。対しましてクラブ、失礼しました、トヨタブルーファイターズリターナーは2枚セットしました。18番のプレイヤーと80番が入っています。18番は高野、上智大学出身、80番は原田、名古屋工業大学出身です。さあ試合開始のキックオフです。
さあ低いキックを蹴りましたがトヨタリターンに入ります。リターナー9番右オープン展開、このリターンコースよくハーフウェイ付近までリターンいたしました。素晴らしい判断でリターンしましたのはトヨタブルファイターズ9番小田井、素晴らしいリターンを見せました。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回とし、その回数ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと表現します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは先ほどリターンをしましたトヨタブルファイターズの攻撃です。トヨタ自陣48ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。さあまずはクォーターバック自ら持ちます。クォーターバック20番オプションプレー、自ら持つかランニングバックに渡すかの選択プレーで自らキープ、右オフタックル付近をつきまして約1ヤードのゲインとしています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。そして先ほど倒れたことによりここで1回の攻撃は終わり、次はトヨタ2回目の攻撃セカンドダウンになります。トヨタ自陣49ヤードからセカンドダウン9、最初の開始点からの残り距離9ヤードが攻撃権更新必要距離となります。さあここでランニングバック2番に左オープンへ展開させようとしましたがプレーが乱れ、なんとか2番が抑えましたが結果的にディフェンスに押されて大きく交代ロスとなりました。トヨタここでプレーの乱れありまして、サードダウン残り攻撃権更新距離19ヤードという厳しい状況になります。トヨタ3回目の攻撃です。自陣41ヤードからトヨタサードダウン19、攻撃権更新必要距離は19ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック20番オフェンスが1回だけ開始点より後方より投げることが許されている前パスを展開しました。このパスをターゲット22番に投じましたが、これはアイランズディフェンスのカバーよくパス不成功に終わっています。パス失敗ですと元の視点に戻され次の攻撃4になります。従いましてトヨタフォースダウン4回目の最後の攻撃となります。トヨタフォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックにより陣地挽回を図る模様です。パントは攻撃放棄となるパント、キックプレーです。このパントによりましてアイランズ陣33ヤード付近でボールは止まりました。この位置での攻守交代となります。トヨタまず最初の攻撃シリーズは結果的にフォースダウンパントという形で攻撃権譲渡となりました。今度は攻守変わりましてクラブアイランズの攻撃となります。ボールオンはクラブアイランズ陣35ヤードの視点からのファーストダウン点となります。攻撃権更新必要ければ同じく10ヤード。その攻撃にクラブアイランズ1回目の攻撃に入ります。まずランニングバックに託し左オープンへのランプレーを選択しました。キャリアは23番、トヨタディフェンス群がりまして、このランによるゲインは1ヤードにとどまっています。アイランズランニングバック23番は金城、江南大学出身。クラブアイランズ自陣36ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は9ヤード。さあ再びランプレーとしました。今度は中央突破を図ります。同じくキャリアは23番、タックルを受けましたがセカンドエフォート粘りまして約8ヤードのゲインと書いています。キャリアは同じく23番の金城でした。江南大学出身。
これにより約7ヤード前進となりましたアイランズ。ボールオンを自陣43ヤードからの状況でサードダウン2の状況に入ります。攻撃権更新必要距離は2ヤード。クラブアイランズファースター、ここでクォーターバック18番オプションプレーを選択しました。ここで選択したのは自らのキープ、あえて逆サイド左方向に展開しまして相手のディフェンスの裏をついて攻撃権更新としました。クラブアイランズファースター、素晴らしい判断をしました。クォーターバック18番の見事なオプションプレーでした。これによりましてアイランズの攻撃権は1回目に戻ります。ボールオンはハーフへの位置になりまして、クラブアイランズファーストダウン10、攻撃権更新必要距離は同じく10ヤード。クォーターバック18番、ここでパスプレーを選択しましたが、しかしディフェンスのカバーよく急遽プレッシャーを回避して右オープンへのスクランブル。スクランブルはパスを投じようとし、そして投げれない場合の緊急発進のランプレーですが、結果的にこの判断が功を奏し約7ヤードの原因としています。アイランズ相手陣に入りまして、相手陣43ヤードからセカンドダウン32回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は3ヤード。クラブアイランズファースター、再びオプションプレーです。クォーターバック18番キーププレーとしまして、同じく中央突破を図り、これにより攻撃権更新といたしました。クラブアイランズファースターを獲得しています。前進続けるクラブアイランズ、相手陣37ヤードの地点に入りましてのファーストダウン10。これはトヨタがナイスディフェンス。今度は中央へランニングバックに持たせて突破を図ろうとしました。しかしこれはトヨタディフェンスライン72番が見事に察知し、このランプレー約2ヤードロスと変えています。先ほどの判断をしましたトヨタ72番は樋口、立命館大学出身。クラブアイランズセカンドダウン12、ボールオンは相手陣39ヤード。パス成功。クォーターバック18番、ここでパスプレー。ターゲット26番にパスを通し、約9ヤードの原因としています。ターゲット26番は沼。大阪大学出身。クラブアイランズ相手陣30ヤードからサードダウン3、残り距離3ヤード、いかなるプレーでこの距離を突破するでしょうか。さあ中央ダウンプレー、キャリア23番タックルを受けましたが、スピンムーブで相手タックルをかわし攻撃権更新です。クラブアイランズファースター、キャリア23番素晴らしいテクニックでこの短い3ヤードの距離を獲得して攻撃権更新といたしました。キャリア23番は金城、江南大学出身。さあアイランズ相手陣26ヤードに入りましてのファーストダウン10に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまで26ヤード。クォーターバック18番、パスを投じようと左に流れ、プレッシャーを浴びながら左オープンへランプレー。これによりまして約3ヤードの原因と変えています。ここでホイッスル。
ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入ります。さあレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。ボールオン相手陣23ヤードからクラブアイランズセカンドダウン7、2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離7ヤードになります。ここでアイランズはプレーの逆を突くカウンターのランプレー、裏を突くように中央突破を図りました。このランプレーによりゲインは約3ヤードを獲得しています。クラブアイランズ相手陣19ヤードからサードダウン3、攻撃権更新なるでしょうか。この3ヤードの攻防を注目しましょう。クラブアイランズファーストアイランズ、ここでラインからクォーターバックへのエクスチェンジでボールのファンブルがありました。しかしクォーターバック18番これを素晴らしい判断で自らキーププレーに変え、相手ディフェンスの裏をついて攻撃権更新としました。クラブアイランズファーストこれによりアイランズは相手陣14ヤードの位置に入りました。アイランズファーストダウン10、ここでホイッスル。ここでトヨタ前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。画面上チーム名の下側に黄色いバーの表示があります。これが前半後半の残それぞれのチームの残りタイムアウトと解釈ください。トヨタここで失点を許すのはいけないということで、ここであえて守備の段階でタイムアウトを取りました。現在クラブアイランズが素晴らしいラン攻撃を重ねまして相手陣14ヤードの位置まで迫っております。ここでたまらずトヨタブルーファイターズ、まず守備の段階で前半1回目のタイムを取った状況となっています。この残り14ヤードの攻防、これからこのタイムアウトによりどのように変わりますでしょうか。まもなくそのタイムアウトは解けます。クラブアイランズ相手陣14ヤードからファーストダウン10、さあここでラニバック23番右オープンへのランプレー、相手ディフェンスの中を突くように中央突破をここで縦に切り上がりましたが、ゲインは約1ヤードにとどまっています。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブアイランズ0点、トヨタブルーファイターズ0点、両者無得点で第2クォーターに入ります。